はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ、今回はね、 KDDI 大規模通信障害ね、これに関する話題ということで、まあ、電波がない恐怖、皆さんもね、体験したんではないかなと思います。で、おじいも今日ね、動画作るのやめて、お風呂入ってご飯食べようかなと思ったんだけど、あと1本ちょっと気になったコメントあったんで、作ろうかなと思って今仕込みました。はい、これでも全部作ってるのよ、これね。はい、ね、まずコンビニ Wi-Fi ね、これ撤退で見ると、まあ、セブンイレブンなどでフリー Wi-Fi が利用できなくなりますということで、これ完全撤退終わったのがね、まだ今年の3月の25日の記事なんだね、これね。4月以降はお店でセブンスポット利用と、ね、一緒と思ってももうありませんよということでね、まあ、こういうニュースにもなってます。ね、これね、ちょっと待ってね、あ、コメントなくなっちゃった。ね、誰かのコメントが反映してない。実はコンビニで使えたらね、よかったらね、今ないのかなってコメントね、スクショしたんだけど、ちょっとWindows 10に来てなかった。 Windows 10バカだからね。そんなわけでね、まあ、ちょっと視聴者さんのコメントがあったんで、わざわざこれを用意したんだけれども、そのコメントがないっていうね。まあしょうがないです。はい、セブンイレブン無料 Wi-Fi サービスセブンストーブと終了、22年3月末まで。で、この関する内容も過去に動画を作っていて、ね、今日もね、そこにコメントもらってるんだよ。ものすごいコメントが多すぎてスクロールしきれなくてね、ちょっと埋もれちゃったんだけどもね。セブンアイホールディングスは12月1日セブンイレブンなどの店舗で提供する無料 Wi-Fi サービスセブンスポットのサービスを2022年3月31日終了すると発表したってことだよね。で、同社によるとセブンスポット導入当初に比べて携帯事業者などの無料 Wi-Fi サービスが普及するなど、国内のインターネット環境が変化したことから終了を決めたという。3月末のサービス終了に先立ち、一部の新設店舗などではセブンスポットの設置を見送るとしているってことだよね。これとこの記事をおじいが過去でね、拾いました。で、これ7月の2日17時今日のニュースですね。地下鉄バスにコンビニもサービス終了相次ぐフリー Wi-Fi の現在地という記事がありました。外出先でネット環境に無料で接続できるフリー Wi-Fi が転換期を迎えている。集客効果や外国人観光客への対応などを目的に2010年代に広がりを見せたが、ここへ来て公共交通機関や大手小売チェーン店でサービスの終了が相次いでいるのだ。メトロ飛ばすセブンが相次いで終了ね。東京メトロは22年6月の30日、ついこの間なんだね、同社の車両内で提供してきた法人外国人向けの無料 Wi-Fi、メトロフリー Wi-Fi を終了した。同サービスは16年12月から銀座線の車両内で開始し、20年度には全路線に導入を完了した。せっかく入れたのにもったいないね。訪日外国人の人数増加や東京オリンピック・パラリンピックの開催を受けた施策だった。なるほどね。あとはね、まあ、コロナ禍による訪日外国人の減少などを踏まえて提供事業者との提携更新を見送ったということもあるみたいです。公共交通機関のフリー Wi-Fi としては、都営バスの車両で使えた都営バスフリー Wi-Fi も21年10月に終了している。13年12月ね、終夜バスの運行開始に合わせて導入を進めたもので、外国人の教科などの利便性を考慮し、英語、中国語、韓国語でも利用可能だったってことなんだね。まあ、いろいろあったんだね、本当ね。で、スマートフォン、4G、5G 回線の普及、携帯電話会社の低価格プランなどの影響で利用者数が減少していたと説明。提供事業者との契約を満了に合わせてサービス終了を決めたとしたということでね。で、安くなった、安くなったとかね、ポポ、LINE もとかってね。こういう背景がある中で、必要とされなくなったフリー Wi-Fi が次々と需要がなくなって姿を消していった。まあ、そんな矢先にね、こんなことが起きたら、コンビニでも決済ができない。そう、こういったものがもう今なくなっちゃったからね。前だったらおじいもそうなんだけど、あ、しまった、Wi-Fi 持ってくるの忘れたと思っても、ファミマでね、ああよかった電波あったってね、拾えたことがあったんだけど、ちょっと前なんだっけ、お弁当の配達のやつ、ここまで来てくんないんで、
可能なところまで取りに行ったんだよ。で、その時にあのタブレット持ってったけど、あの忘れちゃったんだよ、SIM 入れるので、あーと思って。ね、ここではあの自分の Wi-Fi で拾ってたんだけど、うっかり SIM 入れるの忘れたんだよ。ね、焦ったけどもね。22年3月にはセブンイレブンやイトーヨーカドー、ディズニーなど、ディズニーもそうなんだね。あ、ディズニーですか。ね、セブン&アイ・ホールディングスの店舗に近いとセブンスポットが終了している。ね、まあ、こういうことなんだね。で、あと、当初はね、AKB48 の限定カビガのダウンロードや Nintendo DS、DS コンテンツを遊べるセブンスポット DS なども展開していたって。まあ、いろんなことやってたんだね、出荷協でね。本当。セブン&アイの広報は、通信事業者会社によって無料 Wi-Fi が十分提供されるようになったためサービス停止を判断いたしましたということなんだね。まあ、フリー Wi-Fi の現状はということでね、まあ、いろいろ見てみるとまだまだね、19年から20年コロナ禍で、訪日外国人客の数が激減、煽りを受けフリー Wi-Fi のトラフィックも激減した、ね。まあ、こんなのがあってサービスの継続が困難になったんですよというのがあるんだね。で、まあ、それ以外見てみると中には一つはアクセスポイントをキャリアと共有して、ね、それぞれが費用を負担するなんとかモデルというのを、まあ、ちょっとこう負担が軽くなるよね、するモデルがあったりとかね。まあ、フリー Wi-Fi、ね、ピークの時は19万8000箇所から15万7500箇所へ、ね、減少したよってことなんだね。で、多様化するニーズ、ね、まあ、暗い話ばっかりではないよということで、いろんなチェーン店、まあ、かつては集客効果を目的に大規模チェーンが Wi-Fi を導入するケースが目立っていたが、近年は非チェーン店のカフェなど小規模事業者での導入例が増えているという、ね、ライブ会場の演習を用いるための導入例やホテルの外国人向け Wi-Fi を、ね、転用するケースとか、まあ、いろんな例があるよっていうね。ジーマのスーパーセントとか行くとね、セントのところの Wi-Fi とかもあるよね、サービスでね。一昔前まで集客ツールの一つとして位置づけられることが多かったですが、今やフリー Wi-Fi はあって当たり前のサービスになってきていますっていうことなんだね。まあ、だからそういうのはまたちっちゃいところがね、導入してくれるところが増えてきたよってことで、だいざ何かあった時にそこに行けば電波がっていうね、そういうところが周りにね、いろいろあってくれれば、まだ今回みたいな例があってもなんとかカバーできるんだけどもね、まあ、こういったものがね、少なくなってくると、まあ、ちょっと大変だよね、これね。まあ、その一方で安い料金プランを使っている、ね、若者や訪日外国人の需要は見込めるでしょうということでね、まあ、カフェなんかでは、まあ、今ないとすごい不便だよってね、まあ、そういうのがあるので、まあ、インフラの役割としては、まあ、全く消えることはないけども、まあ、大手は撤退、ちっちゃいところが増えている、まあ、こういう風になっているみたいです。はい、そんなわけでね、まあ、ちょっとコメントくれた方のコメントなくて本当申し訳ないね、便所の水を飲むことになった方ね、そこで電波があったらよかったのにね、今ないのかなって、今ない時代になっちゃったんだよ、残念ながら、つい最近の出来事だったんですね。そんなので、そういう時代に突入してるからこそ電波がなくなった時の恐怖ね。で、今何でもかんでもみんな現金なくなってペイ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 の時代だからね、本当にこういうことがね、起こりよるんだよ。だ、中国では本当一斉に使えなくなって何も買い物ができなくなった。だから駆け売りね笑っちゃったよね。それも過去にネタにしてるんだけどね。まあ、日本では駆け売りしてくれないだろうからね、本当海外ではね、後からお金持ってきてねみたいな感じでね、やっぱ人間ね、生きること最優先にやるんだけども、まあ、日本は無理だね、それならね。はい、そんなわけでね、まあ、どうしてもこの話題はね、一個出しておきたかったです。フリー Wi-Fi がね、スポットがセブンスポットとか撤退しちゃった。せめてな、コンビニとかああいうところが残っててくれれば、万が一の時はね、本当に役に立つんだけども、ね、残念だよね、本当ね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。お風呂入ってシャワー浴びてね、ご飯食べたいと思います。またね、バイバイ。